皆さんこんにちは。今日は季節について話をしたいと思います。日本には4つの季節がありますあります。春、夏、秋、冬の4つの季節があります。今日はその中の春が好きな理由2つを紹介したいと思います。私が春を好きな理由の2つ、まず1つ目は、春には桜が咲きます。桜はピンク色のお花です。桜が咲くと、私たちは日本ではお花見をします。お花見は桜の木の下でみんなでご飯を食べたりとか、何か飲み物を飲んだりして楽しむイベントです。日本には桜が咲く、綺麗に咲く公園とか広場とかがたくさんあります。春には桜がいっぱい咲いてとても綺麗です。なので私は春が好きです。二つ目の理由は、気温が、温度計ですね、気温が暖かいからです。春は寒すぎず、でも暑すぎなくてちょうどいい気温なので、春が私は好きです。一つは桜が咲いて綺麗なこと、そして公園などでお花見ができること。二つ目は気温が寒すぎず暑すぎずちょうどいいので、私は春が好きです。